タート。現場の鈴木です。どうやらこの辺りらしいんですよね。行ってみましょう。こっちです。こっち。これは何でしょう。車がたくさんありますね。これで利用者様を運ぶんでしょうかね。あれ、ここにありましたよ。チャレンジャー。それでは皆さん、中に潜入してみたいと思います。何やら暗号を解凍している様子ですよ。何でしょうかね、これは。ここでは何やら怪しいものを持っていますよ。あ、柔道整復師の先生です。どうやら若返り体操らしいですよ。ここでも怪しい棒を持って体操をしていますよ。あ、柔道整復師の先生がいます。ここではどうやら肩の運動と可動域の練習をしているそうです。頑張ってみんな。ここでは何をしているんでしょうかね。こちらでは指先を鍛えるトレーニングをしております。指先を鍛えるトレーニングなんですか。最高記録は何なんですか。36段です。36段。これがすごい。失礼します。どうぞ。こんにちは。ここでは何をされているんですか。お昼ご飯を作ってます。ここでお昼ご飯を作ってるそうですよ。いい匂いですね。お腹が空いてきました。ここは手作りなんですか。はい、愛情込めて作ってます。美味しそうですね。お腹ペコペコです。それではちょっとお話を伺ってみたいと思います。こんにちは。ここチャレンジャーはどうですか。すごく楽しいです。楽しい。あ、よかったですね。体操はいかがですか。体操もすごく楽しい。あら、楽しいですって。こんにちは。介護の仕事どうですか。大変ですけれども、職員の方も皆さん親切で楽しく働かせていただいてます。いいスタッフですね。お風呂は中はどうなってるんですか。中はですね、浴浴が2つと機械が2台ありまして、どなたでもご利用いただける状態になってます。機械2台あるんですって。私も入れてもらおうかしら。お邪魔します。浴浴が2つ、機械浴が1つ、真ん中はなんとミスト浴ですよ。美人になれるそうですよ。入ってみたいと思います。あら、何かありますよ。何でしょうかね。ちょっと聞いてみましょう。こんにちは。こんにちは。ここは何があるんですか。ここは野菜を植えてあります。野菜ですって。奥にここの手前がトマト、奥がナス、この2つがキュウリ、でこちらがスナップエンドウとサヤインゲンで、今日は
スナップエンドウが収穫できます。あ、できてますよ。ゆきさん撮ってください。撮ってる、うん、あーすごい。あ、お水をあげましょうね、はい、大きくなーれ大きくなーれって言わないで。こんにちは。こんにちは。ちょっといろいろ聞かせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。船長、はい、ここの特徴を教えてください。特徴、あ、地形だ。地形。すみません。当たってたから今。すみません。あ、わざと？はい。うん、嫌いじゃないけどね。じゃあ、はい、真剣にお願いします。ここの特徴を教えてください。はい、ここの特徴、まあ、一言で言うと機能訓練の特化型デイサービスです。なるほど。はい、歩けなかった人が歩けるようになる、自分のことが自分でできるようになる、そのサポートを全力で行わせていただきたいと思います。素敵なデイサービスですね。自分でこういうことをしたい、意欲がない方になかなかサポートっていうのは難しいので、こういうことにチャレンジしていきたいとか、こういうことに取り組んでいきたいっていう目標を持ってですね、ぜひ皆さん来ていただけたらありがたいなと思います。それに伴って我々も全力でサポートさせていただきたいと思いますので、ぜひ皆さんご利用の方お待ちしております。イケメンですね。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。どうぞお入りください。福祉施設長ですか？はい、そうです。質問があるんですけどもよろしいですか？はい、何でも聞いてください。はい、では私が代表してお聞きします。はい。このチャレンジャーに来るとどんな楽しいことがありますか？はい、こちらではですね、こんにちは。こんにちは。自己紹介よろしいですか？はい、福祉施設長の鈴木由香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャレンジャーに来るとどんな楽しいことがありますか？チャレンジャーでは利用者様に楽しんでいただこうと外出レックにも力を入れております。お花見や自費ツアーにも出かけております。屋形船、川越、立山。皆様のご利用をお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。